バンドウフリョ収容所跡。現ドイツ村公園、バンドウフリョ収容所は、第一次世界大戦期、日本の徳島県鳴門市大間町日野木に開かれた、フリョ収容所。ドイツの咀嚼地であったチンパオで、日本軍の捕虜となったドイツ兵4715名の、うち、約1000名を1917年から1920年まで、収容した。1 9 1七年に建てられ、 約2年10ヶ月間使用された。収容所後は2018年度に国の史跡に指定された。現在はドイツ村公園として整備されている。1919年当時の収容所、平面図ドイツ人捕虜は1914年10月より日本各地の12カ所に設置された、不慮収容所に順次移送、収容されたがヨーロッパでの戦争が長期化したため、 長期収容を前提とした収容所を建設して統合が図られた。当収容所もその一つであり、1917年に丸亀、松山、徳島の不慮収容所から、続いて1918年には、久留米不慮収容所から90名が加わり、合計約1000名の捕虜が収容された。ドイツ人捕虜の収容所としては最後に設置された施設である。収容所長は、 松江豊志陸軍中佐。松江は捕虜らの自主活動を奨励した。今日に至るまで日本で最も有名な捕虜収容所であり、捕虜に対する構成で人道的かつ寛大で有効的な処置を行ったとして知られている。万道捕虜収容所を通じてなされたドイツ人捕虜と日本人との交流が文化的、学問的、さらには食文化に至るまで、 あらゆる分野で両国の発展を促したとも評価されている。バンド・オフ・リ収容所の生み出した神話は、その後20年余りの日独関係の有効化に寄与した。収容所は、兵士の捕虜を収容する8棟の兵舎を中心に、多数の運動施設、落農場を含む農園、ウイスキー上流生成工場を有した。パンを焼くためのヘッツイも作られた。農園では、 野菜が栽培された。捕虜の多くは、志願兵となった元民間人で、彼らの職業は、家具職人や時計職人、楽器職人、写真家、印刷工、製本工、家事屋,屋、床屋、靴職人、仕立て屋、肉屋、パン屋など様々であった。彼らは、自らの技術を活かし制作した作品を、近隣住民に販売するなど、経済活動も行い、 ヨーロッパの優れた手工業や芸術活動を披露した。また、建築の知識を活かして、ホリョラが建てた小さな橋は今でも現地に保存されている。文化活動も盛んで、同修用書内のオーケストラは高い評価を受けた。今日でも日本で大晦日に決まって演奏される、ルートビヒバンベートーベンの公共曲第9番が日本で初めて全曲演奏されたのも、 バンドを収容所である。このエピソードはバルトの楽園として2006年に映画化された。1920年にベルサイユ条約が発行すると収容所はその役割を終えることとなった。このため、条約の発行日にはバンドを町内がまるで葬式のような雰囲気になったとのエピソードがある。1920年4月1日付で収容所は閉鎖され、閉鎖後の収容所跡地は 陸軍の演習所として使用された。八棟あったバラッケの建物の内半数は第二次大戦後まで残り、演習所の閉鎖後は引き上げ車用の住宅として利用された。この引き上げ車用住宅に居住した一人に坂東英二がいる。1948年、引き上げ車用住宅で生活していた女性が、滝木拾いの際、雑草に埋もれた石碑を偶然発見する。 それは収容所で亡くなった11人の同僚を追悼するため1919 19年8月にドイツ兵捕虜らが混流した慰霊碑だった。その女性の夫は当時ソビエト連邦のウズベキスタンに抑留されていたこともあり遠い国の地で亡くなったドイツ兵捕虜とその遺族の心情を考えると人事とは思えず放置されていた慰霊碑の清掃と喧嘩の活動を始めた。 後に復員してきた女性の夫も、ウズベキスタンでの抑留生活中に自らを看病してくれたドイツ兵のことを思い出し、コリョラを供養するため、慰霊碑を守る活動に加わった。これらのことは1960年に、読売新聞が報道したのを契機に世に広く知られることとなり、翌年、中日ドイツ大使のウィルヘルム・ハースがバンドを訪問する。帰国したハースを通じて、 慰霊碑の話がドイツ本国に伝わり、1962年に元捕虜と坂東の住民の交流が再開された。地元とドイツ側の両者の協力により、1972年に収容所跡地近くに初代のナルト市ドイツ館が開設される。展示資料には元捕虜から提供されたものも含まれていた。1976年には、 収容所後のドイツ村公園に合同慰霊碑が、ナルト市と在大阪、神戸ドイツ総領事館によって建立された。引上げ車用住宅に転用されたバラッケは、1978年までにすべて解体された。開設100周年を迎えた2017年4月には、記念式典がドイツ村公園で、また記念コンサートがナルト市ドイツ館で、それぞれ開催された。 日本におけるベートーベン交響曲第9番の初演から100周年を迎えた2018年6月にはこれを記念して、捕虜及び松江豊志の子孫の訪問や、ドイツ館前への松江豊志の銅像設置がなされた。初演と同じ6月1日には、ドイツ館前で当時と、ほぼ同時刻から、初演時と同じ男性のみの合唱編成による演奏会が開催された。 バンド良収容所跡地のうち、東側の約1、3は現在、ドイツ村公園となっており、当時の収容所の基礎や、給水塔跡、敷地内にあった2つの池や所内で死去した不リの慰霊碑が残されている。2007年11月から2011年にかけて、鳴門市教育委員会による発掘調査が行われ、地中に埋まっていた建物の基礎などが再確認された。 2012年4月に調査報告書がまとめられ、収容所が存在した当時に捕虜によって作成された測量図通りに移行が発見されたと記載された。ナルト氏は2014年度に国の史跡への指定申請を行う予定であったが、発掘成果の取りまとめに時間がかかり、2018年度を目標とすることが2015年2月に報じられた。 鳴門市では2015年度に収容所敷地の確定作業を実施し、地権者の同意を確認して申請を行うとしている。2018年6月、国の文化審議会から万道府与収容所跡を史跡に指定する旨の答申がなされ、同年10月15日付で指定された。なお、史跡指定の対象は元の敷地のうち、国、徳島県、鳴門市が所有する。 約3万7千平方メートルである。また、徳島県は、万道不良収容所関係資料のユネスコ記憶遺産への申請を目指し、2016年度から3年間の予定でプロジェクトを予算化した。住宅に転用されたバラッケには解体後、民間に払い下げられたものがあった。長らくその所在は明確ではなかったが、2002年に倉庫や牛舎として、 再利用されているバラッケが発見され、現在までに同様に再利用された建物は8カ所発見されている。最初に再発見された2つのバラッケは2004年に国の登録有形文化財に登録された。このうち柿本家バラッケは2006年にドイツ館南側の道の駅第9の里に解体、移築され、店舗施設、物産館として利用されている。 地元では、その後発見されたものも含めた建物を、元の場所へ、移築復元することを目標とした、NPO 法人が2008年10月に結成された。映画、バルトの楽園撮影に際して2005年に、バンドーに建設され、撮影終了後2009年2月まで公開された、ロケセットは、ドイツ村公園とは別の場所で、規模も実際とは異なるが、 2010年4月に一部を一区の上で、阿波大正ロマンバルトの庭として再公開するにあたり、現存する実際のバラケ一棟も敷地内に一区、公開された。阿波大正ロマンバルトの庭は2015年5月6日限りで閉園したが、施設の今後については未定となっている。ありがとうございます。